はいどうも、ドラマーのタスクです。今回はリクエストをいただきまして、久しぶりにレッスン動画を撮ろうと思います。今回お伝えするのは、もう楽器を全く触ったことがない完全初心者の方向けの動画になってます。私実際レッスン今まで200人以上の方に教えてきているんですけれども、だいたい体験レッスンで初心者の人にお伝えすることって似てくるんですよね。今回の動画を最後まで見てもらうことによって、ドラマーとしての第一歩を確実に踏み出せますので、ぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。はい、ではまず何はともあれスティックです。このスティック初心者の人だと持ってない人が大多数だと思いますので、楽器屋さんに行かなくても今だと Amazon ですとかサウンドハウスというインターネットサイトで買うことができますので、まずは1セット買ってみるといいのではないでしょうか。で、実際教室などに体験レッスンに行く場合、持っていなくても貸してもらえますので、そういったところに行くときに貸してもらうでもいいかもしれません。やる気になったら注文すると、そういう順番でも全然いいと思います。まずスティックの名称です。この先端の部分をチップと言います。で、この先端の部分の下の部分をショルダーと言います。最初の名前は別に覚えなくても大丈夫です。こういう場所があるんだなぐらいに思っておいてください。そうしましたらですね、まずスティックの持ち方からいきます。はい、こちらスティックね、先端から端っこまでありますけれども、だいたいこのスティックの3分の1ぐらいの場所を親指と人差し指でつまみます。そして他の指を添えます。もう片方の手も同様です。そしたらですね、一回腕を伸ばしてみていただいて、この肘からスティックの先までが一直線になるイメージでスティックを伸ばしてみてください。そうしましたら、顔の前でカタカナのハの字を作ってみましょう。はい、できましたらそのままスネア、この楽器スネアっていうんですけれども、こちらの打面の真ん中にこのさっき説明したチップ、こちらをだいたい打面から2センチぐらいの場所に持っていってください。はい、このハの字の状態から2センチぐらいの場所です。はい、できましたでしょうか。はい、この状態レディーポジションと言います。レディーゴーのレディーですね。何かこれからいろいろなことを叩き始めるときに、このフォームに持ってってもらうといいと思います。で、この状態からスティックを振り上げて下に落とせばもう音が出せます。はい、こういう感じですね。これがスネアドラムという楽器の音です。で、せっかくですので、このドラムセットのいろんなものをちょっと今から叩いてみますので、音を聞いてみましょう。この2つ、これタムタムと言います。こういうちょっとメロディックな音が出ますね。このちっちゃい方がハイタム、この少し大きい方ロータムと言ったりもします。まあ音の高い方低い方でハイタムロータムという感じですね。隣にあるこちらフロアタムと言います。この足が床についているのでフロアタムと言います。はい、で、今手で叩く太鼓類の紹介をしたんですけれども、次に金物ですね。この金属のものが何枚かあるんですけれども、これらを紹介していきます。こちら多分いっぱい叩くことになるんですけれども、これハイハットと言います。こういう下のシンバルと上のシンバルがこう噛み合わさって音が出る楽器です。で、大体どこのスタジオにもこのセッティングでシンバルが2枚あります。これクラッシュシンバルと言います。で、こちらにあるのがライドシンバル。
だいたいこういう音が出ます。はい、そうしたら次は、足で演奏する楽器、一番特徴的なこれですね。これバスドラム、ベースドラムと言ったりします。僕は、略してバスドラとよく言ったりします。これをこのバスドラにくっついているペダルを使って演奏するんですね。で、先ほど説明した左足のハイハットもこうやって踏んで音を出すということもします。初めのうちはずっと足を乗せたまま、ここを閉じたままにしておいてもらえれば大丈夫です。はい、では実際ね、各楽器がどういう音が出るかっていうイメージが掴んでもらったのと、スティックの持ち方がなんとなく掴んでもらったと思いますので、次はこのフットペダルの踏み方について説明していきます。だいたい初心者の方ですね、初めてこのドラムの椅子に座ってこうペダルを踏むぞとなると、こういった踏み方をされると思います。こちらかかとがついた状態でね、踏む、これヒールダウンという踏み方です。別に名前は覚えなくても大丈夫です。こちらは柔らかい音とか繊細な音を出すのに適しています。で、もう一つの踏み方というのがありまして、こちらかかとを上げて踏むヒールアップっていうんですけれども、こういった踏み方もあります。私の場合、ほとんどの場合こっちで踏んでますね。実際初めてドラムをこれから叩くぞという方はですね、初めどちらでもいいと思います。ゆくゆくはこのヒールアップができた方が便利です。今回の動画ではこれからちょっと簡単なビートを叩いてもらおうと思ってるんですけれど、どちらの踏み方でも大丈夫です。やりやすい方でやってもらえればと思います。もしチャレンジできそうだったらこのヒールアップで、難しいなという場合はこのヒールダウンでも全然大丈夫です。はい、では実際いよいよ今からドラムのビートというものを叩いていきたいんですが、今回使うものは右足で踏むバスドラム、左手で叩くスネアドラム、この右手で叩くハイハット、この3つを使えれば大丈夫です。まず最初に右足のバスドラムで1、2、3、4、1、2、3、4と4つ踏んでいきましょう。そしたらこれを軸にして他の楽器を乗せていきます。まずやってみてほしいのが右手のハイハット、こちらも1、2、3、4と最初は4つ叩いてもらえれば大丈夫です。なのでこの右足と右手を一緒に叩いていきます。はい、こういう感じですね。これができましたら次、今度は今踏んだ右足のバスドラムとこの左手でスネアを叩きます。このスネアは1、2、3、4、1、2、3、4、2と4で左手をこちら叩きます。やってみます。さあ今右足と一緒に右手を叩いたり、右足と一緒に左手を叩いたりしましたが、今度は右手と左手だけでやってみましょう。そうすると右手はさっき叩いた1、2、3、4、左手は2と4でしたね。実際叩いてみますと、こういった形になります。さあそうしましたらいよいよこの3つを同時に叩いてみましょう。こういった形になります。
最初が右足と右手、その次に両手と右足ですね。もう一回右足と右手、右足と両手。これが叩けたらドラマーとしての第一歩は踏み出せたも同然です。はい、でここまで叩いてもらって、もし簡単だよ、すぐできたよという方はですね、一つだけちょっとこうアドバンスなビートを叩いてみましょう。今右手は四分音符と四分符で1、2、3、4と4つ叩きましたけれども、実際ドラマーが多く叩くパターンとしましては、この右手は8分音符という音符を演奏することが多いです。やってみますと、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4というふうに四分音符の倍叩いてるんですね。右手をこの形で右足と左手、さっきと同じものをやりますとこうなります。さっきよりも結構難しかったと思うんですけれども、チャレンジしてみたい方はぜひこっちもチャレンジしてみてください。というわけで、今回は全くの初心者がドラムセットに座ってこれからドラムを始めるときに、こういったことをやってみるといいんじゃないかなというのをご紹介させていただきました。またこういうことを教えてほしいとか、こういうことやってほしいとか、リクエストなどあればコメント欄などに書いていただければと思います。